縮めました。まあこれで終わりだよ。もうこれ以上は点取らせねえからな。ああ、よし、ゲッツ。うわっ、お前何やってんだよ。記録はピッチャーのエラー。ピッ、おい須田、監督やばい、監督が怒ってる。お前らマジで勝ってると思って、あ、待った、ほんと油断してんじゃねえぞマジで。お前これで負けたらケツバット。ああ、じゃあすまねえぞマジで。やばいやばい、てか満塁なんだけど。うっそ、これホームラン打たれたら同点なんですけど。よし、ナイス。うわ、何やってんだお前。うわ、おは、え、バカじゃねえのお前。いや、ひ、え、いや、ちょっと待って、やばい、俺今まで栄冠ない何回もやってきたけどさ、今どこ投げた。ショートの守備位置に投げてたんだけど、バカじゃねえの。いや、ちょっと待って、ちょっと待って、え、今見た。やばいって今の、ちょ、さすがに引いた。え、ちょっと待って、だって守備に気合い入れたはずなんだけど。え、守備、え、なんでなんで、なぜなんだ。うん、相手、そう、いや、これもう前進だろうな、前進でいく。もう守備にはもう気合い入れてしまおう。ちょっと待って、サーブリーで調子落とすのもありだな。さあ、ここは相手に揺さぶりをかけてくるのか。初球を打った。よし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 、何やってんだお前。1から1点入りました。は、いや、マジでいいって。今は、だって、完全にもう打球の勢い的にさ、しかも、守備位置的に前進しといて。え？うわー！取って取って取って！ヘッドスライディングしろ！くー！終わった。いや、5点差は無理ですわ。足速いからね。いけ、よし、まあまあまあ、結構いいコース。何やってんだお前、送りバント失敗。今走っときよ。ここはもう絶対的リリーフのこの森田に変えますか。はい、よくやった。あとは俺に任しておけ、この友情コンビ。この防御率 0.59 のもう全盛期の藤川球児を彷彿させる、もうやばいですよ。森だから M ですね。ああ、電源も使うか。うーん、いっか、使わなくて。お、早い早い早い、153キロ。うん、俺たち春夏じゃねえ、夏連覇するんだよ。ああ、うわー、うっそ、待って、お前ボン、お前ストレートを完璧に、何やってんだよおい。素晴らしい一発をベンチも祝福。最悪、もう一気に防御率上がったじゃねえかよ。ガーラのピッチャー交代です。須田降板、マウンド上ピッチャーは千葉の5番森田。今日森田、お前が行くしかねえ、ガチ押しの、もう守護神。うん、須田、須田のセリフ、すまねえ森田、たくだらしねえやつだな、ほんと失望したぜ。うん、いや、味方の守備が、お前味方のせいにしてんじゃねえマジで。開くよ、味方が取ってくれなかったり守ってくれなかったらてめえで抑えるしかねえだろ。俺の剛腕を見せつけてやるぜ。ほら、三振取るんだよこうやって。ああ、さすが森田だ、先発じゃないといえどやっぱり。マジか、うっ
そ、同点に追いついた。今日2三振。あぶね、あぶね。かわいそうに小球場の土でも持ち帰りなさい。こういう場面で地方球場の魔物が顔を覗かせた。来た頼むぜ。まさかこんなとこに伏兵がいたとは。でも打てなきゃ話になんね。えらしょ、うわこれ多分まあですよね。きっついサンシン以外落とすよな。それ準々決勝で散りました。残念ながら準々決勝戦で敗れました。やっぱり名門じゃなきゃな。ああ、こう見えは名門の名がふさわしいわ。何これ、千葉の鉄砲型。うちそんな肩強くなかったイメージなんだけど、肩 B だったっけ、 B ぐらいだった気がする。ガーラン先制のチャンスです。ワンアウトランナー1塁。お、いきなりチャンスじゃん。バッターは3年生千葉の鉄砲型富田。よし、行ってこい鉄砲型。お前が鉄砲になるんだよ。お前が鉄砲を放つんだよ。行け。うわもう何やってんだよって。お前千葉の鉄砲型、お前称号剥奪すんぞ。お前何が鉄砲型だよ。お前千葉の恥だよ。嘘冗談まあ仮にもね、ベスト8まで来れたのはねお前の力でもあるんだから、ちょっとこれ以上ねちょっと俺に言われたくなかったら打ってくれよ。ただ、千葉の英雄になるんだよお前は。もう鉄砲型よりいい称号あげるからな。うわぁ、てかもうまた1点差で負けてんだけど、やばいちょっとなんだよな。いけ152、いいよ球走ってる、走ってるよ。うわぁ、お前今の名前、今のちょっと言葉撤回するわ。お前うぜえ、こいつらよく見たらユニフォームに千葉とか書いてあるんだけど、腹立つわ。もう俺のユニフォームと取り替えてやろうか。やめて、ゲッツだけ、ゲッツ。いや来ないと思うけどね。まあですよね。キーボーイの本領を発揮することができるか。その2人しかいないからな今回。もうさすがに初球を打ちました。うわ、なんでだよもう。終わった。無理。もう何度もそれやめてくれ、もうやめてくれって言ってんじゃん本当。やべえマジで泣きそう。そうだろ。打ったこれはいいよ。遅えよホームラン打つの。ああお前かつてのなんか阪神の檜山思い出した。ホームラン打ってこの後負けるっていう。いやホームラン打ったのはでかいけどソロホームランってのがなんとも虚しい。はあ、こっから無理だろうな。何かしら奇跡起きろ。
頼む。ちょっと待って嘘やろ、マジか。あと1点さ、なんちょっとあと1点、あと1点、あと1点。いや2者連続これまだあるかもしんね。ちょ、神様がまだ 見放してくれてなかったかもしれん。マウンド上ピッチャーは新田、最終回1点差でマウンドに上がります。自分のペースで投げることができ、あのね、うわー、もう見るからにしてこの貧弱だほバスターとかいう、他になんか強そうなやついねえのか。森下の方があれだけどな。さよなら男、いやこれさよなら男にかけていいのか。いやここはね代打出します。あのこいつ3年生なんで、平林ってやつ多分まだあれなんですよ、2年生っていう青2歳なんでね、ここは最後先輩に、はい、譲ります。お前最後の3年の夏にしたくないだろこの試合をよ。森下、引っ張れ引っ張れ、ライトへ引っ張れ、頼む奇跡を起こしてくれエラジナを落とせ。ガーナも準々決勝で散りました。残念ながら準々決勝戦で敗れました。